ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RSQ3 スポーツバック2020年式 0.1 万キロこちらの車をご紹介させていただきます。で僕今 0.1 万キロって言ったんですけど、はい、実際にはもっと少ないんです。少ないですね、はい、もうなぜそこで車両に出てくるのかっていう、はいはい、まあまあまあとても希少な車です、はい、順番に紹介していきますけども、はい、ちょっとカスタムもしてあるというしてます、はいはい、なおさらなんでちょっと市場に出てきたのか謎なんですけどまあちょっとねハテナが多いお車ですけどただちょっと車的にはかなり珍しいです、はい、やっぱりいじってあるとそれだけお得じゃないですか、うん、なんでそんな車を今回ご紹介させていただこうと思います、はい、でまず車がそもそも珍しいですよね。珍しいですね。今日現在で多分中古車そのポータルサイトとかいろいろ見ても1台も出てないと思います。はい、スポーツバックじゃないのですら、はい、ほとんど街中でも見かけない見かけないですねっていう感じですよね、はいはい、だからもう乗ってるだけでちょっと目立っちゃう目立っちゃう目立ちますか、はい、興味ある人だとかなり目を引く感じそうですね、はい、そしてあと僕の第一印象としては、はい、車がちっちゃいそうですねこんなにちっちゃかったでしたっけ、はい、スポーツバックだからですかね。いやでも私も見た時にやっぱりあの RSQ3 ってまあねうちも何台も収めさせていただいてますけどももう第一一斉がちっちゃって感じですよねすごいコンパクトになりましたよね、うん、多分スポーツバックはちょっと後ろのデザインが違うのと、うん、あと今回の車少しローダウンしてあるんでちょっとその辺が効いてるのかなっていう、いやでも そういう感じ、そういう次元じゃないですか。もうとにかくちょっと車がコンパクトでただ逆に言うとなんか街乗りというか、うんうん、都内なんか使い勝手かなり良さそうだしそうですね、はい、あとやっぱりパワーもあるんで、まあ、遠出なんかも、うん楽ちんで使い勝手のいい車じゃないかなっていう、ね、僕個人的に思ってますけど、はい、ちょっと端から見ていきたいと思います、はい、でまず外観的にはまずヘッドライトがオプションのマトリックス LED ヘッドライト、はい、そうですね、はい、これオプションになってますね、まあ、照射範囲というか、はい、がちょっと優秀な方ですよね、はい、でデザインもちょっと違うんですよね。違いますね、はい、なんかこのプロジェクターがこの内側外側差別ないやつがマトリックスですよ、はいはい、差別あるやつが普通の LED ヘッドライト、はい、ちょっと予習だけしましたしました、はい。あとは外観はなんかちょっと最近アウディ特にちょっとモデルで顔を一緒にしてません、うん、なんか縦横の比率が違うだけで、はい、おおよそなんか同じダクトの配置と、うん、そうですねっていう感じですよ、はい、でやっぱりこの3連のスポーツクワトロから来てるダクトがついてたりとか、うん、この両サイドのこの網なんかの形もだいぶ他のモデルに似てますよね。似てますね。最近ここのねこの枠はなくなりましたよね。あそうですね確かに、はい一体になってますね。一体になってますね。で今回の車は結構黒くいろいろなってる、ねはい、この辺が後からのカスタマイズですかね。これエンブレム類なんかが後から黒くした感じですか、ね、そうですね、はい、うちのボンドボディの方で作業はさせていただいてるというのを聞いてますね、はい、で塗装クオリティも間違いないんですね、はい、こんな感じのもうだから外観も前回り真っ黒っすね。真っ黒ですね、はい、メッキパーツすらほぼないないです。むしろこのヘッドライトのちょっとメッキがちょっと目立っちゃうぐらい真っ黒な塊感がすごいです、はい。であと横回っていきましょうか。ホイールがなんと社外ホイール EC フォージと EH シリーズに交換されてございます、はいはい、ちょっとこのランボとかの、あのこんなデザインのホイールありましたよね。はいありますね。それをちょっとオマージュした感じの、はい、でサイズが21インチです、ね、サイズが21インチですね、はい、標準が20インチですね。そうですね、はいはい、なんでちょっと1インチアップした感じで、はい、であと中のブレーキが、はい、キャリパーの色が選べるんですよね。そうですね。レッドキャリパーも一応オプションにはなっております。だとなんかロゴも RS のやつとなんかスポーツ、はいうん、アウディスポーツアウディスポーツですね、はい、2種類あるんですよ、はい、なんでちょっとその辺も、うん、今回の車は RS の赤いキャリパー。まあでもここはやっぱ RS なんで RS の方がまあ確かにいいですよね、はい、であとは車高の方はちょっとこんな感じ指3本ぐらいですかね、はい、程よいローダウンローダウンされてます。でこれがS? MMS でしょ、はい、MMS、はい、MMS の純正ショックを生かしたままローダウンする、はい、要はバネをその調整できるバネに交換してローダウンしてる、うんうん、多分今これごめんなさいちょっと言っていいかな分かんないけどこれ多分このシャツしかないんじゃないですか設定が。あなるほど。多分他のメーカーとかは多分出てないのでこっちにしたんじゃないかな。なるほど。車が新しいのもある、ね、そうですね、はい、なんでちょっとその辺が入ってくる、はい、でちょっとスポーティーさと、はい、なんかちょっとワイルドな感じもありつつっていう感じですかね、うん、あと車的にはこの窓枠なんかもこれ後からラッピングですかね。そうですね。しっかり黒くなってると、はい、だからもう今回全部外装が黒で統一されてる統一されてますね、はい、感じですよね、はい、でちょっとこう
サテンブラックだったりとか、うん、マットだったりとかいろいろちょっと質感変えて、はい、黒の質感変えてますからね。真っ黒ですけど、なんていうんですか、ベタっとしてない、いわゆるベタっとしてる感じはないので、いいドレスアップだと思いますね。でこんな感じで、あとは後ろも同様に、はい、まあ、アウディなんで4本通しですよね、はい、255の21インチ同じものが入ってます、はい、で後ろあれなんですね、プレーンのディスクなんですね、グリルドになったりとかしてない、はい、まあ、キャリパーこそ赤くなってますけど、うん、はい、じゃあ寂しい感じですね。そうですね、できればちょっとスポーツモデル、しかも大台、はい、大台越えといえばちょっとそこら辺もちょっと攻めてほしかったですけど、はい、そうですね、まあ、大台越えです、まあ、価格言ってませんけどね、新車863万円プラスオプションになりますからね。だから乗り出しが大台を超える場合も少なからずあるありますね。で今回この BC とか入れたら、ね、ああ、だから総額で言ったらもう余裕で超えてます、ね、超えてますよね、はい、であとはちょっと前で触れるの忘れちゃいましたけど、低ダストのブレーキが、はい、ブレーキパッドが入っているところで、はい、しっかり汚れないような仕様になってます、うん、はい、でやっぱり黒でもダスト出ると、うん、こう欧州車ってこうローターの削りかすも出るじゃないですか。そうですね、はい、ダストがこう茶色いのがついちゃうんですよね、はいはい、だからやっぱりその辺先に入れといてもらうと、うん、低ダストにすることによってブレーキの空きとかも結構軽減されるんじゃないですか。それは決まりケースです。でも最初はすごいなりますよね、冷えてるとき。あとはもうその魔剤なんかにもよるんですよ。ああ、そうなんですよ、はい、だから泣きやすくなる場合もありますし、うん、はい、でも RS 系はもう正直なるもんだと思っておいた方がいいですよね、うんうんうん、はい、であとは一応低ダストなんで長寿命なのと、うん、ローターへの攻撃性も低くなるんで、うん、まあ、ちょっとお財布にも優しいと、うん、まあ、ちょっとお財布気にする車じゃないんですけどそうですね、そんな仕様にもなってる、はい、あとは後ろは特徴的なのはスポーツバッグ、これですよね、うん、この傾斜、うん、これをなんか普通の何ですか、スポーツバッグとスポーツバッグじゃないのに分ける必要があったのかっていうのは若干こう疑問に思いますけど、うん、ただスタイリングはやっぱりいいですね。いいですね、はい、なんか本当にあの走ってるのを見ると、うん、なんかちっちゃい Q8、はい、うん、あんな感じしますよね、うん、もう果たしてあるんですかね、分けた理由が分かんないです。ただスタイリング的にはまあまあ、まあ、確かにちょっとスポーティーだよねって感じがします。はい、ただその分ちょっとトランクだったりのスペースが犠牲になってると思うので、はい、この後ちょっとチェックしてみたいと思います。あとテールランプはもう安定のって感じですね、うん、この辺もなんか他のモデルとちょっと共通性を持たせて、そうですね、でも最近どのメーカーもやっぱりもう本当に寄ってません。BM も僕最近思うんですけど、もう全部、まあ、ベンツもそうですけど、まあ、メルセデスか、なんか最近すごい以前よりも一昔また前ってみんな同じだったじゃないですか。そんな感じに戻った感じしますよね。もう全部こうなってて、そうですね、はい、ですよね、はい、こう横長のテールランプでっていう、はい、でちょっとこの辺なんかはちょっと BM にもなんかちょっとつながる感じもしますし、はいはい、確かそんな感じありますね、うん、ただしっかりこうアウディですからシーケンシャルのウィンクが入ってたりとか、うん、そんな光り方もするみたいです。であとはエンブレムなんか後ろも全部塗ってある感じですね。塗ってますね、はい、そこら辺はまあ抜かりなくしっかりやってると思います。だ意外にこう分かりづらくなってるのが逆にいいかなっていう。あ、はい、RS モデルちょっと赤いその部分が目立つじゃないですか。そうですね、ここは主張がね、まあまあ強いので、はい、あとは出ましたこのちょっとボディサイズに見合わないぐらいの出口、はい、出口ですねこれなんかRS5 とかになるとこうちょっとボディサイズとようやくこう合ってる感ありますけど、はい、RS3 とか RS-Q3 とかだとちょっとでかすぎじゃないかなっていうぐらいでかくありません、はい、一応ここも RS のスポーツエキゾーストのオプションになりますね、はい、オプションのものがついてる、はい、だとはちょっと気になったのはこのマフラーの中がこれちょっと見えちゃうんですね、うん、そうね、ここもうちょっとね、そうですよね、してほしいですよね、もう一工夫してほしかったですよね、うん、ここが大きいかだけにね、やっぱり目立っちゃうんですよね。せめてこの切り口ちょっと塗りたいですね、はい、切り口見えちゃいますよね。あ、切り口とパイプ、ここ塗ったらね、あ、いいかもね、うん、切り口とパイプ、このちょこっとのパイプだけ、うんうん、ちょっとこれ目立ちすぎちゃうです、うん、後ろからちょっと走ってるの見て、うん、あ、結構見えちゃうかな、あ、そんな感じはしました。ちょっとね、はい、そこはちょっと抑えたいポイントですね、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、まあ、この辺のボディサイズってやっぱり一番トランクの容量気になりません？そうですね。で当然のパワーテールゲートで、はい、あ、割と広いっすね。広くありません？サイズ感的にはですね、やっぱり、はい、こんな形で、ただちょっとやっぱり倒さないとちょっときついですかね、はい、バックこの蓋までつけちゃうとちょっときついかもしれないです、はい、ただ当然リアは倒せますね。これリアシート、はい、動くんですよ前に。あ、そうなんですか。前に動きます。本当だ。
なのでこのそうするとだいぶ楽じゃないですか、スペースが。ほら、ああいけちゃいますね。もう1個だけですけどね。そしたらこの確かにクラブ刺さっててもいけそうですね、はい、ただ1個弱点としてはこの奥が段差になっちゃうんですよ。そう、段差になっちゃうんでこれちょっと物が落っこっちゃいそうですね。そう、詰めるだけってこと。なるほど。じゃああとちょっとなんていうのは、はい、このスライドさせればいけるかもしれない。 そうですね、はい、そしてこれを一応倒すと、あ、やっぱりカチャってなるんですね。なります。この辺が、はい、ちょっとこのマットが巻き込まれてますけど、はい、しっかりフラットにもなって容量的には十分じゃないでしょうか。いや、これだけスペースあるからここ低くても、うんうん、まあ、確かにちょっと気にならないって言えば気にならないかもしれない。そうですね、まあ、このボディサイズからすれば十分じゃないですかね。確かに、はい、使い勝手は悪くなさそうです。あとはちょっと下も見てみましょうか。よいしょ。そしてこの下側がこんな感じでパンク修理キットと、あとバッテリーが、バッテリー一番後ろに寄せて搭載されてるんですね、うん、重量バランス的なものですかね。多分そうじゃないですか。そんなのが入ってるとバッテリー、はい、ああそうね、これね。あとこれサブウーファーですかね、うん、はい、バングのサブウーファーがこんな感じで搭載されてます、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装がこんな感じで、内装がちょっとレーシーな感じに仕上がってます、ね、レーシーというか、 なんか今までにない組み合わせだと思いませんか。確かに、はい、これが RS のデザインパッケージ、はい、エクステンデッドレッド、そう、よく言いました、はい、入ってると、はい、でそのパッケージもなんか2段階あるんですよね、はい、ちょっとこう最小限のやつと、そう、あとダッシュボードとか、はい、アームレストまで全部やってあるやつ、ついてるやつですね、はい、でこれは全部やってあるやつ、はい、やってる。で51万円の高額オプションですね。高額オプションです。ちょっとドアから見てみましょうか、はい、ドアから行くと一応ここがアルカンタラなんですね、はい、であとは全部こう合皮かプラスチックかちょっと分かんないですけど、はい、こんな感じになってると。ちょっと正直言っていいですか、うん、ちょっと少し寂しいです。寂しい、はい、ちょっと価格を先に聞いちゃってるんではい、はい、ただここじゃないんですよね、はい、多分ここお金かかってるところはここじゃない、走りなんですよね、はいはい、ただちょっと先にキャラの気が利いちゃうと、はい、ちょっと車的にはもう少し ここもちょっとレーサーに欲してほしかったな。1000万以上だったらってことですかね。そうですね、はいはい、贅沢言ってしまいました、はいはい、この辺にイルミネーションなんかもついてて、あとはバンクが一応ついてると、はいはい、バンクも一応オプションです。はい、はい、ホディね、オプションなんか少ないようですけど細かいオプションだったりとか、あとはその特注オプションだったりって結構あるので、まあまあ、新車価格からプラス結構いい金額になっちゃうことはありますよね。じゃあ中古車なんかでも寂しいのと結構豪華なの、うんうん、あります、あります、いろいろある感じですね、はい、トップグレードといえど、はい、いえど、はい、そしてシートはこの赤いステッチの特徴的な、うん、まあ、あれだともうこれが定番というかこんな感じになりますね。デザインもそうですし、うん、ちょっとヘッドレスト一体のこのシートがものすごくレーシーです、うん、そしてこの肩のところがアルカンターラになってますね。そうですね、はい、今週も新しいですよね。今まではないですね。確かに、はい、今までいない感じです、うん、そしてステアリングなんかもこのデザインパッケージのステアリング、うん、アルカンターラのものが入ってると。でステッチが赤の、はい、はい、ステアリングちょっと特徴です。あと握っていただけると、はい、あれですけど乗ってみたいと思います、はい、後で。であとダッシュボードがこのアルカンターラ、はい、そうですね、はい、なんで今回こんなアルカンターラって連発してるかっていうと、うん、あのスウェード調いっぱいあるんですけど、うん、今回はアルカンターラっていうのをちゃんと確信した上で喋ってるので、はい、アルカンターラって言いたいだけです。言いたいだけで、はい、でもね、ここによく赤のアルカンタラ使ったなと思います。確かにあんまりない組み合わせというか、組み合わせっていうかこう本当に配色じゃないですか。そう、ここにこの色を持ってくるのかっていう、そうですね、なんかやっぱり おしゃれは過激だなって感じですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、これ足元このスカーフプレートのところはちゃんと光るタイプの RSQ3 のロゴになっております、はい、でマットはこれ RS じゃないんですね。アウディスポーツですね、はい、RS って入れてほしかったです。本当ですか。この、はい、このフロアマット金額聞いたら別にそんなこと言えないです。あれこれパッケージですよね。でも確かパッケージです。でもこれ単品で頼んだら結構高額なんですか。12万ぐらいです。訂正します、はい、最高です、はい、最高のマットです。そして乗るとこんな感じです。シート割とあのタイトじゃないというか、はい、
なんか背中も割と僕デブの僕が乗っても割とゆったり、うん、ゆったりですか。座面も結構ゆったりです、はいはい、そして電動になるんですよね。電動になります、はいはい。まあ、調整範囲は、まあ、スタンダードな上げ下げとか、はい、細かくできる感じじゃないですけど、はい、通常のものプラスアルファっていう感じの電動シートになると。そしてステアリングが先ほどちょっとお話もありましたけど、アルカンターラのちょっと細身ですよね。細身ですね、はい、で D シェイプになってると。でここも結構細いですねやっぱり、はい、で特徴ないですかやっぱり。あれあまりえどういうことですか。ステアリング鈍感土屋に分かるように説明してもらっていいですか。細くないですか。細いです。細いですよね、はい、特に そんなに細いステアリングはなくないですか、メーカー、他のメーカー。確かにちょっと社外ステアかっていうぐらい細いですね、うん、細いですよね。特に小島さんとあの BM 紹介することが割と多いんで、はい、BM と比べるとちょっとびっくりするぐらい細いですよね。確かに、はい、そしてここも細いという、はい、でこの辺でバーチャルコックピットの操作と、うん、はい、あとオーディオ操作と、はい、あと RS モード、はいはい、いわゆるスポーツモード的なことですか。いや画面が RS モードになります。なるほど、はい、ちょっとテンションが上がりますね。上がりやすいですね、はいはい、ついてると。であとパドルもついてて、で調整はこれ手動なんですね、はいはい。チルトとテレスコがこんな感じでついてると、はい、あと AACC もついてて、まあ、ワイパーレバー関係なんかこんな感じです。そしてメーターがちょっとさっき言いましたけどバーチャルコックピット、はい、もうアウディ乗られてる方はもう定番というか、はいはい、なってますけど、こんな感じのいろいろ表示できるやつですね。何がいいってこれナビがいいんですよ。これワーゲンなんかにも通じてるじゃないですか、うんうん、ここナビだとめちゃめちゃ見やすいです、うん、あともう一ついいのはここが ACC のでっかい表示だとものすごい安心感とか使い勝手がいいという、こんな感じのナビになってます。でこうでかくもできるんですよね、いいですよね。こうだから視線の移動が これだけですからね、うん、こっち行かないという、うん、こんな感じになっております。あれ RS ボタン押してみてください。あポチッ、うわいいじゃないですか。ちょっと上がりますね。 G メーターと、はい、ちょっとなんかクラシカルじゃないですか。そう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 、昔のなんかちょっと車っぽいこの表示。そうそうそう、ちょっと、ね、はい、子供の時遊んでたさ。確かに確かに、あのミニカーというかのね、あるよね、そういうのね。こういう表示になってると、うん、そしてこれモード1、2あるんですね、うん、これですかね。この辺の表示が変えられたりするってことですかね。違うんですか。 RS あの設定がある、はい、このこれ、こっちの、ああなるほど、こういうドライブシステムのステアリングとかそういうのを、はいはいはい、これ設定を入れとけば、そうです、BM の M,、はい、M と同じでね。なるほど、これ設定を入れておけばここの RS1、はい、2があるんで、はい、好きなものが呼び出せると、はい、こんな感じのメーターになってると。そしてライトのスイッチなんかこの辺ですか。ちょっとこれちょっと正直あのえ今までになくないですか。ないですこう来たかっていう感じじゃないですか。そうです。まあポルシェもねちょっとねそういう感じの平らな流れじゃないですか。パナメラともそうだけどの完全に新しい流れが来てますよね。今までのアウディを期待してるとえっていう、はいはいはい、ちょっとデザインとスイッチの配置、そしてそれがなんかつながる感じでナビにもなってますね、はい、ナビの感じですね。こんな感じになっております、うん、でここある感じ、こっちカーボンなんですね、うん、カーボン、はい、ここのこの何対極さ、はい、すごくないですか乗ってても確かにすごい対極だなと思って。確かに、しかも今回の車は外装が真っ黒なんで、うん、余計なんかこの赤が目立ちます、ね、うん、あと肝心のこのナビオーディオ関係は先ほどちょっと触れましたけど、はい、ナビとかこの辺はもうドイツ国産系ですから使い勝手全く問題ないですよね、はい、カープレイなんかもついてますし、はいはい、で今回の車はテレビキャンセラーもついてるということで、ね、ついてますね、はい、後からつける必要もないと、はいはい、こんな感じでこんな感じになっております。最近の車本当に液晶の質が良すぎてびっくりしますよね。そうですね、なんか本当にタブレットとかと変わんない。全然変わんないです。変わんないですよね。変わんないです、変わんないです。ちょっと昔の車って液晶の質が残念で、はいはい、ちょっとテレビの映りもなんかちょっとイメージだったじゃないですか、うん、全然そんな感じはしないっていう操作感もいいし、最近あのメルセデスとかいろんなのがあるじゃないですか。だから これぐらいシンプルの方が使いやすいかもしれないですね。あ、なるほど、分かりやすいというか、そんな感じのナビになっております。そしてエアコン関係、一応デュアルゾーンのがついてて、ここなんですね。何がですか。いやオーディオのボリューム
うん、はい、ETC カードが挿入、なんかこの辺とかこの辺とか思いきや、はい、ここっていう、でアウディって結構ここだったりするじゃないですか。ああ、そっか、うん、だから結構ここら辺に集約してますよね。なんでこう どっちかじゃなくてたんですか。いや、だってここシフトがついてる。確かに確かに確かに。そしてこの辺はこの辺あんまり変わらずですよね。そうですね、ドライブセレクトとか、はいはい、この配置はほとんどどの車種とも同じですね、はい、あ、でこれ置くだけ充電ついてるじゃないですか、はいはい、Cでしたっけ、はいはい、もしかついてると。であと USB がタイプ C とタイプ A で2つついてて、シフトレバーとあとはサイドブレーキ、はい、パーキング、ドリンクホルダー、はいはい、アームレストの中はこんな感じです。そしてグローブボックスの中はこんな感じで、この辺もなんか変わらないですね。そうですね、さすがにディスクは入んないですね。ないですね、はい、SD カードと SIM が入って ETC と、はい、こんな感じになっております、はい、そして天井は普通の黒いファブリック、はい、結構ツッコミどころですか。え、なんでですか。あ、そうですか、はい、そこは大丈夫ですか。あ、でもちょっと贅沢言ってよければちょっとこの価格であれば、はい、ちょっとこのバイザー、まあ、もっと言えばちょっとアルカンターラとか、はい、良かったな、はい、気がします。でバイザーもちょっとこのビニールタイプじゃなくて、はい、まあ、セブンテファブリックの方かなっていう、はい、そして今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、フロントリア、これじゃあもう買ってっから何もしなくていいじゃないですか。何もしなくていいですよ、はいはい、いじんなくていいし、いじんなくていいし、はい、必要なものもつけなくていいし、つけなくていいし、はい、もうこのままお乗りいただけます、ね、最高ですね、はい、そしてオプションのサンルーフがついてございます、はい、やっぱりちょっと車内決して広くはないじゃないですか、うん、開放感がね、これあるとだいぶ車内の印象が、まあ、明るいですしね、うん、こんな感じのサンルーフもついてます。そうなんですよね、こう黒いこうルーフライニングの車って引き締まっていいんですけど、ちょっとこう暗くなっちゃう、そうですね、閉鎖感っていうかね、ちょっとありますからね、ありますから、うん、サンルーフついててかなり開放感もございます。こんな感じの内装です。いやでもちょっと運転しやすそうです、うん、ちょっと見切りだいぶいいですし、ちょっとサイズ感がいいですよ、サイズ感がね、はい、はい、街乗りにかなり良さそうです。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席はこれ一番肝心なとこだと思うんです。僕いかがでしょう小島店長。え、どう肝心なんですか。やっぱりこのサイズだと本当に使えるサイズなのか、はいはい、逆にこう居住性犠牲にしてるのか気になるところだと思うんですけど、はいはい、乗った感じはいや別に 足元頭は全然、まあ、ちょっと足元頭意外にあれなんですね、もっと窮屈かと思いました僕。シートがちょっと圧迫感ありますね。なるほど、はい、でも全然大丈夫です。シートも柔らかいです。足元も余裕そうですか、はい、柔らかいです。そして装備的なものはアームレスト、ドリンクホルダー付き、はい、でエアコンの操作関係は引き出しただけですね、はい、まあ、ベースはやっぱりQ3 なんで。なるほど、はい、まあ、そこら辺はさすがにそこが3ゾーンになったりするわけではないんです。ないと思いますね、はい、こんな感じの。じゃあちょっと前に、はい、さっきのちょっと僕も乗ってみていいですか、はい、多分中年体型僕が乗った方が、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。あ、ここっすね。そこね、ここ。これちょっときついですね、こうなっちゃうっす、はい、今シート前になってますね。あ、なるほど。ちょっと後ろに。え、全然余裕っすよ。うん、で後ろに下げてもらえれば、はい、あ、これ一番後ろです。え、嘘、はい、これが一番前ですね。え、じゃあこれとこっちと、あ、ごめんなさい、これで間違えます、はい、真ん中動かないですね。そうそうそう、はい、これです、ね、全然余裕です、足元も上も。え、どうしたのか。いや、これで一応、はい、あ、リクライニングも後ろが一番こう、リクライニングもするわけじゃないですけど、直角から少し倒れた状態までは行きますね。行けると、はい、だ快適ではないですけど、うん、まあ、普通には乗れちゃいます、ね、乗れます。遠出は大丈夫でしょうね、はい、だと後ろのちょっとこの、うん、ここがちょっと狭いかなっていう感じはここのね、はい、ここね少しします、はいはい、ただ全然時々乗るぐらいだったら、うん、常にこれ4人で移動じゃ大変ですけど、そうですね、まあ、そういう車じゃないですからね。そうですね、はい、まあ、人乗せる時だけっていうんであれば全然十分なスペースだと思います、うん、家族で乗る分には全然、確かに、お子さんを後ろにってことだったら全然、はい、確かに確かにいいと思います。全然十分に使えると思います。続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、もうここにちょっとお金がかかってると言っても過言ではないかなっていう気は僕してます。さっき小島さんも今回ね、はい、この動画で
この金額の差はどうだってことですね、はい、確かに内装紹介でこう盛り上がらないのは、はい、まあ、あくまでこうベースはこう Q3 なんです ね、 ですね、はい、だから安定しすぎちゃって、まあ、ちょっとこうテンション的に、ね、上がるところがポイントがなかなかないということ。ただ一番、ね、この車のもうポイントといえばここですよ。ここですね、はいはい、心臓部エンジンですね。なんとびっくり5気筒エンジンという、はい、これがなんかあれなんですよね、 TTRS と同じ型式の、はい、そうですね。だからあれ V 点の片側ですよね、言われてるのは。いや、その言い方もちょっとあれらしいですよ。ただいろいろ共通な部品はいろいろ多く使われてるらしいです。だからまあ、あ、こう当たらずとも遠からずじゃないですけど、はい、あまりそれは言わない方がいい感じですね、はい、表現としては、まあ、正しくないのかもしれないですけど割と合ってるみたいですよ、はい、でこれがなんかあれなんですよね、本来はあの4気筒だったエンジンを1気筒足して5気筒にしてるんですよ、うんうん、はい、でなんかアメリカ市場でやっぱり2リッター以上が必要になって、うんうんうん、その時にこうボアアップって言ってそのピストンの径を上げようと上げるっていう手もあるんですけど、うんうん、なんかその1気筒あたりのピストンのその排気量の限界ってなんか 600cc ぐらいらしいんですよ、うんうんうん、だそうするとちょっとこう無理が、うん、それ超えちゃうとなんか無理が出るらしいんですよ、うんうん、なんかポルシェなんかだと4気筒でなんか3リッターとかもあるらしいんですけど、なんか普通の車でお金かけずにやろうとするといろいろ弊害が出るらしいんですよ、うんうん、で素直にこう1気筒足したと、うん、足したと。ただ5気筒にすると5気筒にするで結構問題もあって、うんうん、なんかその多く言われるのはそのバランスが悪い、うんうんうん、それはなんか点火タイミングの関係で、うん、まあ、どっちが1か分からない、多分こっちが1だと思うんですけど、うん、1、2、4、5、3っていう点火タイミングらしいですよ、うんうんうん、でそうしちゃうとなんか1、2の時にこっちがエンジン下がって、うん、3、あ、違う違う、4、5の時にこっちが下がるっていう、うんうん、だからこういう振動が出るらしいですよ、うんうん、だからちょっとあんまり向いてないっていう、うんうん、だそれを解決するのにそのバランサーシャフトって言って、うんうん、その揺れを制御するシャフトが入ってたりとか、うんうん、まあ、結構お金と技術がかかっているという、うん、ただそこまでしてもこのやったこの馬力とこの音ですよ、うん、はい、ちょっとそこを乗ってみたいと思います。でもやっぱりこうエンジン、まあ、ちょっと私も乗らせてもらいましたけど独特ですよ。ないですよね、他にない、全然ない。だってもう市販車で残ってるってこれだけですよね。あとなんか、うん、アメ車かなんかで一車種ぐらい、うん、基本的にもうないですよ ね、 そうですね。昔結構ありましたよね。昔はね、ありましたけど、ボルボとか、はいはい、僕昔ホンダの5気筒の縦置きのやつとか乗ってました、うんうん、縦置きあるんですよ、縦置き FF5 気筒っていうのがあったんですよ、はい、そういうのあったんですけど、うん、もう今なくなっちゃいました。だからちょっとそこを魅力感じるのであればもうこれだけで買っても僕は、はい、いいんじゃないかって、うん、まあ、だから、ね、走りですね。そうですね、はい、だって言う人によってはなんかこれをベイビー V10、うんうん、はい、だからこう回した時に V 点に近いサウンドをするっていう人もいるぐらいなので、はい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 、ちょっとやっぱり魅力のあるエンジンだと思うんで、うん、これからちょっと乗ってみたいと思います。あ、でスペック紹介忘れてました。スペック大事、大事、ね、僕のしょうもないこう知識があると思うんですけど、でスペック的には一応400馬力 2.5 リッターの400馬力、はい、トルクが50キロぐらいで出るんですね、はい、確か、はい、なんでかなりこの車としてはパワフルなエンジンが積まれてるんじゃないでしょうか。で設計自体もなんか2009年ぐらいからの設計なんで、はい、うん、もうかなりこう何ですか、熟成されてる感じですね。熟成されてるエンジンみたいですね、はい、なんか途中で鋳鉄のシリンダーからアルミのシリンダーに変わってて一、うん、回進化してるらしいんですけど、うん、はい、それでも結構もう設計自体も昔の変わらないエンジンらしいんで、うん、まあ、信頼性も完成形ですよね、本当に。そうですね、うん、まあ、信頼性も間違いないんじゃないでしょうか。続いて電灯周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。いや、これがあるんですか。あ、変わるね。こんなに細かくできる必要あります？うん、何色ですか？30色赤にしよう。あれ、まあ、確かに赤は似合うかもしれません。うん、そして機能的なもの触れませんでしたけど、全部ついてるんですよね。はいはい、ついてます、はい。はい。駐車のアシストだったりとか、はいはい、必要なものは全部ついてると。はい、まあ、このサイズ感なんで、そうですね。そんなにっていう感じしますけど。でも正直車両紹介で、はい、あまりテンション上がらなかったですけど、はい、ここからが本番ですね。そうですね。この車の。そうですね。ちょっと今日。どこにそんなにお金がかかってるのか検証したいと思います。はい、今のところ外観チェック、僕の知識ではエンジン以外にちょっとお金かかってるところは発見できなかったんで、はい、いや足回りはなんかちょっと違うのかなと思ったんですよ。うんうん、そしたらリアなんかも普通のなんていうんですか、スチールのアームでアルミとかになってるのかなと思ったら、その辺も変わらず、ただエンジンだけにしてはちょっと高いんで、トータルチューニングと、ロードダウンしてあるんで結構あれですね、うん、タンタンって感じですね。いやでも、はい、ロードダウンしてなくても、はい、比較的やっぱ硬い、あ、足は癖はありますね。はい、これあれですよね、乗り心地の調整とかできないですもんね。うん、乗り心地の調整できますよ。え、電子制御の足回りじゃないですか。あ、はい、ドライブシステムだから、はい、ステアリングとエンジンを、はい、そうですよね、だけですね、クワトロダイナミックで、わあ、もう早速ダイナミックにしちゃいますか。一回普通に行きましょう。ドライブセレクトでまずコンフォートか、はい、はい、いやーバーチャルコックピットいいな。バーチャルコックピットめちゃめちゃ見やすいです。ただテレビは表示できないんですよこれ。テレビはね、はい、はい、表示し、他のアウディなんかテレビ表示できるやつありますよね。昔 TT は確か表示できたと思いました、ね、はい、でもね、ダメですよそこは、運転するとこなんで、そうですね、失礼しました、はいはい、じゃあちょっとあれ、RS ポタンに行きましょうよ。行きます、レトロな、いいっすね。あ、でも RS ポタンになっちゃうとナビ使えないですね。違う、コンフォートなんじゃないんだね。コンフォートにしないと、とりあえず最初は、はい、ちょっとじゃあこれで行きましょうか、はい。あとインテリアもちょっともうちょっとカーボン欲しかったなっていう気がします。うん、確かにその助手席の前だけなんですよね。そう、ここだけなんでカーボンなんだろうみたいなね。確かに、うわー、なんか動かすと余計ちっちゃさを感じます。感じます、はい、これなんか SUV じゃなくて普通にあれですね、ホットハッチですよね。うん、ちっちゃい、めちゃめちゃ運転しやすい。これ都内とかいいっすよ絶対。うん、乗った感じは割とステアリング軽めです。うん、ペダルは普通です。ブレーキめっちゃ効く、ちょっといいですか、ブレーキめっちゃ効く。うん、そして車が軽い。じゃあ今回もちょっと高速走行で、はい、行きましょうか。やっぱり400馬力行かせる下道はないですからね。うん、そうね。車めっちゃ軽いっすよこれ。何これ、アンビエント系のライト、この色もさっきやりましたけど変えられます。はい、まさかの30色って、はい、そこまで変えられる必要があるのか。4ページぐらいありましたから、はい、これ本当に軽い、軽い軽い、うるせえよって言われそうですけど、うん、めっちゃ車軽い、軽い。ただ何ですか、こうボディがふにゃふにゃな感じしないっす。うん、剛性はすごいめちゃめちゃあります。いい感じですね。だってドア閉めた時とかすごくないですか、うんうん、バンっていう。でもやっぱり、でもそのさっき車違いましたけど、パッと横のライン見たらやっぱ RS ですよ、ラインが。確かにそこもちょっとプラスお金にしてもらってよろしいですか、ツッチーさん。わかりました、はい、カウントしておきます。カウントしてください。これすごいな、ちょっと他のと比べてみたいな、ノーマルの Q3 と、うん、こんなに多分軽快じゃないと思いますよ。トンネル抜けて、はい、制限速度がちょっと
ダイナミックはまだしないですね、はい、ちょっと今あのトンネル内制限速度がちょっと、うん、この ライバル車って何なんだろうね。 A45 じゃないですか。 A45 だ、そうなんです。僕もいろいろ調べたんですけど、それぐらいしか思い浮かばなかったんです。 A45 だったらサイズ感的にはやっぱり結構いい大きさじゃない、ちゃんと使える大きさじゃない。まあ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 、ただライバル他にいないんですよね。でも A45 だとちょっと高いね、お金が、プライスがね。まあ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 1000万円してますからね、うん、ただ装備もちょっと違ったりしますから、ね、まあまあね、はい、そうか。でもこのサイズでアウディ の、 そのクワトロ積んでて400馬力でって、うん、確かに他にないんですよね。ない、BM だとないし、うん、ワーゲンとかもちろんないし、国産でもこれ絶対ないじゃないですか、うん、ただ意外にこう都内とかで使うんだったら一番ベストバイな、うん、これよりちっちゃいとさすがにちょっと高速乗るのがちょっとこう大変だったりするじゃないですか、うんうん、荷物詰めなかったりとか。右から合流があります。こうやったらねちょっと出張でって、ね、確かに行ってもいいかもしれないしね、荷物も詰めるし。いや全然高速乗れちゃいますよこれだったら、はい、ちょっとじゃあ RS にしていいですか。うわもう全然表現、うん、アウディって表現すごくないですか。すごい。ベースとあのスポーツモードの表現が。あれこれ音作ってますよね。作ってるなと。全然違う車みたい。ちょっと踏んでいいですか。どうぞ。速い。速い。速いし音すごい。何これ、うん。めっちゃいい音してないですか。うん、します。ちょっと待ってください。ちょっとあのちょっと車開けて、車開けようよ、開けようよ。これめちゃめちゃいいよ。急いでもしょうがないから、はい、急いでも。おめっちゃいい音しますねこれ。これでもあのあれだね、すごいね。すごいこれ。いや全然なんかこう、ま、もちろんそのなんていうんですか、車のその本領発揮してないですけど、うん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 、全然こう扱いづらさないです、うん、今アクセルどんぐらい。全開です。全開、はい、全開踏んだの。全開踏みました。全然なんていうんですか、こういけんなっていう、うん、あじゃあ全開の割にはそんなになんかあの急激なガーンっていうのはないね。ないですね、うん、ただトラクション半端ないですよ、うん、おーって感じ、全くないですもん、うん、操りやすい感じ。めちゃめちゃ乗りやすいですこれ、うん、ちょっとないな、他にないですねこの感覚、うん、この音もそうだし、でブラインドもしっかりついてて、うん、これいいっすね本当に。街乗り最強かもしれないです。7速エストロニックでしたっけ、うん、いい音するね。あこれねポルシェみたいな感じですね、さすがに同じ系列だけあってどこにギア入ってるのか音以外わからない、うんうん、100% です、うん、はい、マカンだったらこっちじゃない、はい、って感じは。なんか1000万クラスのなんかそういう、あでもマカンかな急に冷静に思うのやめてくださいちょっとだからなんかこう少し変化球な感じしますよ僕、うんうん、正統派というよりかは、うんうんうん、もうちょっとバランス考えるんだったら、うん、あの内装もう少しこうせめてちょっとこうレザーにするとか、うんうんうん、はい、もうちょっとそのカーボンのトリムをちょっと うんうん、こっちとこっちにも入れるとか、うんうんうん、なんだろうな、やっぱ好きな人どうぞって感じ。そうですね、そうですね、万、うん、人受けはちょっとあんまり狙ってはない感じですね。これエンジンいいな、この音ちょっと本当に直6でも直4でも出ないですね、うん、もう今4気筒でパー出せるようになっちゃったから、うんうんうん、もうどんどん絶滅してますから、ね、うん、5気筒。でもやっぱりその、はい、言っちゃいけないのかもしれないけど、はい、V10 の片輪感じません？走ってて。いや音感じます。感じるよね、はい、なんすかね、本来だったら4気筒より1気筒多いんで、うんうんうん、4気筒でこうスムーズに回ってる感じが感じるはずなんですけど、うんうん、なんか少しこうアンバランスというか、うん、なんか独特さを感じますよ音も、うん、でも嫌いじゃないね、うんうん、ほらほらやっぱ、はい、なんかやっぱりそういう
だベイビー V10 とはもうよく言ったもんですよね。ほんとほんとよく言った感じはなんか残ってる感じだね。この3000回転ぐらいのこの走る感じ、分かりますこれ、ポコポコいってるでしょ、ちょっと確かにこれちょっと感じれますね、V10 を、これめっちゃ乗りやすい、なんか古いんだけど新しい感覚みたいな感じだね。ああ確かに確かに確かに、新しいんだけど古いって言ったらいいかな。あ、そうですね、まあ、古いこれ本当になんかステアリングフィールも、めちゃめちゃ運転しやすいですよこれ、超自然、これ飛ばせますね、なんかわけわかんない動きをしなそう車が、合成がやっぱりドアの閉まり方もね、いやいやすごいですよ合成、いいよ、ね、段差越えてもすごい、いやぶっちゃけだってこう段差のある道路出るだけでギシギシとかっていう車結構あるじゃないですか、僕が言うと車種がバレちゃうんであんまり掘り下げないですけど、もう全然そもそんなのまあでも助手席かな、感想で言うとやっぱりあれかな、足回りはやっぱりちょっと癖は感じますね。運転手としては多分楽しい感じのあれかもしれないけど、いやでも僕ちょっとこれローダウンもこの何ていうんですか、ダウンサスみたいなちょっとお手軽ローダウンのちょっとこの上下の動き少し感じます、もうちょっとこう煮詰めたいなって感じします、ただ選択肢がないんですよね、多分ないんじゃないかなと思って、これもうちょっとこういい足出ればめちゃくちゃ楽しいと思いますね、もうちょっとこうしっとり欲しい感じね、そうですね、そうですね、少しこう上下の触りが悪い感じします、こういう段差のところ、そう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 、これいいな、いやちょっと乗りやすさビビりましたね、あとこの音最高すぎます、ダダ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 ダってちょっと形容しようがないんですけどなんともさっきちょっとあの撮影のカメラ回ってないところで言ってましたけど、またあのインテークインマニの形がいいっすよね、そうね、まさに本当にアルイトっすよ、アルイト、芋のインマニっすよ、今みんなプラスチックじゃない、そう今時あのインマニもないっすよ、でもあれなんかその下級圧に耐えられるらしいっすよ、チューニングしてった時も芋のインマニだと、でもどうすか価格差は、ちょっとこの好きな方だったら価格に見合ってると思います、ただ万人受けはちょっと厳しいかもしれないです、万人受けはちょっと厳しいですね、今 RSQ3 が出ててどれぐらいかな価格帯、まあ、距離が4万キロとか3万キロしてて400万円とかぐらい、だったら最高かなって感じ、いやもうそれ最高ですよ、最高だよね、それだったら買いますもん、まあ、それ前どれぐらい時間かかるか分かんないけどね、確かに、いやでももうでも最後ですよね多分このゴキ等も、もう瞬く間に絶滅しちゃいましたねゴキ等エンジン、そう考えるとなんか面白いエンジンの車ってなくなっちゃいましたね、まあね、なんかコメントをくださる方で言ってる方もいましたけど、BM も6気筒随分高くなったよねって、あ確かにそう考えるとそうだなと思って、いつしかなんか4気筒がスタンダードになってって、6気筒がなんかめちゃめちゃ特別な存在になって、気がつけばすごい高額、でこの前 の名古屋店のさあの動画で見て458もそうだよね、いやそうっすよね、いやあの時買っとけばなっていう、そういやもうあと何十年したらガソリン車そうなっちゃうんじゃないの、いや本当っすよ、いやこれも、もしかしたらあと何年かしたら、いやって買っとけばよかったなってなるかもしれないです、こんなにメーカーがなんかこう多分これコスパで言った車メーカーのコスパで言ったらめっちゃ悪いと思いますよ多分、台数もそんな売れる車じゃないし、生産コストかかるし、いやでもそこはあえてね、そうっすね、作ってるっていうところが好感持てますね、そういうところに免じて内装はちょっと目をつぶってください、そうっすね、内装もちょっと、そうっすね、いやでもいいんですよ
走ってる時は前見て走ってるんで、そうですね内装見て走ってないんで、はいはい、うわこの出足めっちゃいい音してる、これうまく撮れてればいいな、音この音がね、はい、これ他にないな、なんすかね、本当に4気筒よりかもなんかバラバラ音感じますね、うん、感じるよね、本当に3気筒の方がどっちかというと近いぐらいの、でこの回した時の、うん、で外で聞くとなんかすげえ乾いた音しますね、うん、他ないっすよね、やっぱりなんだろうな、やっぱり車乗ってなんぼですね、そうですね、動かさないとダメですね、うん、でこれまたあれですね、コンフォートにすれば、うん、あやっぱり多分音つマフラーのバルブの開け閉めだけじゃないと思うんだよな、うん、だけかな、コンフォート本当コンフォートですね、うん、ステアリングマフラーの振動も全然しないですもんね、そうですね、ステアリングもだいぶ軽くなって、うん、アクセルの付きも、うん、マイルドです、普通に乗れちゃいますね、うん、これ本当にあれですね、全然遠くまで行けますね、うん、街乗りもできるしゴルフも行けるし、うん、なんだったら大人2人までだったら旅行も、うん、ゴルフいいじゃないですかね、いいっすよねこれ、うん、快適ですよ、いやこのサイズだったらゴルフ場でもいいし打ちっぱなしでも別に、うん、都内のちょっと狭い打ちっぱなしでも、うん、全然使い勝手も取り回しも困るんです、なんか本当絨毯みたいなここびっくりっすよね、ここにアルカンタラを持ってきたかって、本当びっくり、はい、いかがですか小島様、はい、Z4 の代わりにこちらいかがですか、いやいやこれはちょっと、いやこれでも中古に今なってるじゃないですか、うん、次買う方はお買い得じゃありません、お買い得、お買い得かな、お買い得まで行ってないんじゃない、正直お買い得まで行かない、正直お買い得までは行ってないけど、やっぱりなんていうかな、あんまり人が乗ってない車だったり新しい車だったり特別感だったり、あれって車好きの人だったらあれ何あの車って見るじゃないですか、確かにやっぱそういう感覚はかなり得られると思いますよ、真っ黒でまた目立ちますし、うん、でいやでもドレスアップする感じだったら絶対お買い得ですよ、あですよね、絶対だってパーツだってホイール買って塗って車高を下げてブレーキパッドを入れてって言ったら大台超えてくるんじゃないですか、もしかしたら、それもしかもそのなんか個性があるって言い方、変な個性でいじってるわけじゃないですか、本当にまとまったいじり方しっかりしてるし、割と定番ないじり方ですか、ね、してるから、だからそういった類ではお買い得だと思いますね、確かに、人こんなにいいとは思わなかったです、うん、これが多分まあまああと何年か経つか分かんないですけど、何年か経って、はい、700万とかなったらお買い得じゃないですか、いやそれ買い絶対買いですよ、買いだよね、だからね、アウディさんに言いたい、なんすか、新車値引くなって値崩れ起こさないでくれって、確かに、うん、いや売りたいのは分かるけどさ、いい車なんだから、確かにドライバーチェンジします、いやもう大丈夫ですよ、いいですか、はい、堪能してください、いやーいいな、ちょっと最新の5気筒がこんなにいいと思わなかったっす、5気筒マニア、5気筒マニアになっちゃいそうっす、僕初めて買った車が5気筒だったんですよ、うん、そのホンダの5気筒縦置き、これもだって普通に考えたら横置き4発でいいわけですから、ね、うんうん、6気筒にしちゃうともう横置きできないから、うんうん、間を取って5気筒なわけですよ、うん、すごいこと考えますよ、ね、まあ横置き5気筒って、まあ、普通で考えたらねえって思うよねそんなパッケージあります、うん、これちょっと首都高 C1 走りたいな、車好きの人にやっぱりいい車だよね、いやめちゃめちゃいい車っすよ、うん、
ちょっと C1 をプーって流すか、うん、ちょっと峠をちょっと走ってみたいです。あ、直線安定性はでもどうですか。いや、めっちゃいいですよ。いい、とにかくすごく乗りやすいんですよね、うん。まあ、でもやっぱりスポーツ寄りですよね、全部が。いや、でもなんかそのステアリングフィールとかもそんなに極端じゃないし、うん、アクセルもブレーキもそんな極端じゃないんで、うん、乗り心地、あと剛性感ぐらいですかね、うん。うちのカメさんも全然乗れちゃうと思いますよ、うん、コンフォートだったら。こんなにいろんな車を乗れてね、本当幸せですよ、僕たちは。本当にで、またなんかその車それぞれの良さありますよね。ありますあります。何がいいか分かんなくなっちゃいますよね、本当にね。分かんなくなっちゃいますね。毎日美味しいもの食べちゃうと。そうですね、うん。最近美味しいものどころか個性的なやつまで食べてる。そうね。いや、もうある程度新しいのだったらもうみんな装備ついてるし、うんうん、よっぽどなんかこう、うわ、これちょっとどうしようもないなってのないっすもん。なんかじゃあどうしようもないな車を探すっていうのもね。なかなか難しいよね。まあ、でもそれもこの何ですか、個性で言えばもうそれまで、うん、そうそうですね、場合もありますからね、うん。僕ミニのメガヤさんで、うん、初代ミニなんか本当にこう普通の人からしたら信じられないぐらい、うん、あのびっくり設計で、うん、どうしたのこれって感じですけど、うんうん、故障も多かったし、うん、それでもめちゃめちゃ楽しかったですから、うん、これ気持ちいいな本当に。コンフォートで回すと全然音違いますね、やっぱり。全然違う、全然違う。じゃあ、ダイナミック。もう一回ダイナミックしますよ。いやいや、もう明らかにもう音が。うん、これ、本当に3000回転ぐらいがめちゃめちゃいい音します。3000回転にお金かけてる。そうっすね。もっと分回したいですけど、ちょっとあの商品車なんで。そうですよ、はい、お買い上げいただいてからでも頑張ります。前回は堪能したんで、ね、でもこれ多分あのシフトが多分そういうセッティングなんだと思うんですよ、うん、マイルドというか、うん、前回で踏んでもこうおーっていうのが、うん、だからこれ自分でパドルで操作してこれ全開にしたら多分もっと超速いと思うんですよ。そうでもなかったです。そうでもなかったです。どこまで行ってもマイルドだったです。まあ、そこもね、この車の味付けですよね。そうですね。うん、別に速く走る車じゃないですからね。うん、だからパンチで言ったら A45 の方があるかもしれないです。A45 結構パンチありますよね。うん、でも正直さ、パンチもいいですけどね。毎回パンチ食らって走るわけじゃないですからね。まあまあまあ、そうですね。十分以上のパワーです、うん。いや、この安定感の高さにびっくりしたの、うん。でもアウディってさっきも言いましたけど、そのコンフォートとダイナミックで全然この差をつけるじゃないですか。そうでもないですか、これ音だけ、音くらいですか。そんなに、まあステアリングも多少重くなりますし、うんうん、若干ですね。そんなにはっきりこう、うん、まるで別の車って感じじゃないです、うん。まあ、あと足回り、電子制御の足回りじゃないかな。ああ、そうかも、そうか、そうか、そうか、それだね。やっぱそこで多分かなり味付けが変えられてるのかな。乗り味硬くなるとあからさまにこう、うん、なんかこうスポーティーな感じを受けるじゃないですか、うん。この車の場合足回り電子制御じゃないんで、うん、そんなに大きく感じないです、うん。だからまああえて中間ぐらいの作りにしてるのかもしれないですね。かもしれないです、ね。うん、いや、ほんとちょっと乗りやすさにはびっくりしたっすよ、うん。めっちゃ乗りやすい。これでももうあのいい意味でも悪い意味でも1週間乗ったら安定になっちゃう感じだね。安心、そうですね、安心の、ね、うん。いや、でもそういう時は RS ボタン押せば、あれはさ、非日常とご祈祷サウンドの動画楽しめますから、うん。やっぱりその何て言うんですか、苦労を楽しむのと苦労がこう苦痛になっちゃうのってあるじゃないですか、うん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 、2パターン、うん、だこれ多分全然苦労しないです、うんうん、
で逆にこの車でなんかちょっと苦労なとこがあったら苦痛になっちゃうと思うんですよ、うん、でもそこタイヤこんだけ大きいタイヤ履いても全然ですね。いや本当っすよ、うん、びっくりしますよね21インチでこの普通に乗れちゃうって、うん、言わないで乗ったら多分何インチ入ってるか分かんないですよ。分かんない21ですよ。そしてこのボディサイズに21インチですかね。びっくりっすよね。昔だったら普通になんか、うん、ビッグセダンでも21インチって言ったらもう、はいはいはい、っていうサイズだったじゃないですか。今やこのサイズの車は21インチを履いて普通に走れるっていう。走れる、ね、市場も最終ですけどそこに最後に触れちゃうっていうね。それが気づかない。確かに。だから今タイヤの性能も良くなってますよね。いやめっちゃ良くなってますよ多分ね。普通に乗れちゃいますよね、うん。純正でも結構だってこれだって純正20ですよね、うんうん、純正で結構ペラペラなやつあるんですけど、まあ、あと足回りも進化しますし、ね、うん、ちゃんとタイヤで吸収できなくても足回りで処理できるから、うん、必要ないんですよねタイヤの厚みが。なんかもう新車もうステアリングドアもケバケバのまんま、ゆったりとしたい感じの寝ていけますよ、うん、いい感じ。あ、なんか心地よいな、なんか全てが。あ、いいですね。といいな。常に3000回転ぐらい走ってたりですね、このぐらいで、うん、7速使わないですね、うん、よっぽど全開しないと。あ、でもなんか慣れたらこの硬さも別に全然いいですね。全然不快じゃないですよ。全然不快じゃない、ね、全然不快ではないです、うん、いやでも最初やっぱり助手席ちょっとやっぱ癖あるかなと思ったけど慣れちゃったら全然。もう少し収まり良くしたいですけど、うん、まあね、改善はできますからね。ちょっとぐらい伸びしろがあった方がいいもんね。そうですね、うん、完璧な車より、ね、そうですね、うん、これちょっとコーナー楽しいな、この車ハンドリング、うん、いやもう全然ですよ、もう。あ、すごい。あ、安定、全然余裕です。安定、はい、前の某国産車はちょっと車線またいで頑張ってやるけど、はい、いいなぁ、うん、ぴったりくるね。ピタッと切る、いきます。でもこの車の錯覚っていうか高さでピタッとくるのやっぱすごいよね。そうですね、うん、ちょっとやっぱり腰高だからもうちょっと流れてもいいかなと思う。いや全然ご修正だ必要ないですよ、うん、曲げたら曲げたらここにするって。あ、確かにその視線以外はちょっとあれですね、うん、なんかこう高さ感じないです。感じないよ、ね、どっちかっていうと本当に Q3 じゃなくて、うんうん、普通に RS3 乗ってる感覚に近い感じ。そう感じ、サイズ感いいな。トンネルの中のこの めちゃめちゃいい音してます。いい音しますね。いい車あるあるですよ、うん、開けたくなるねトンネルで排気音を聞きたくなるっていう。あとあれですよ、あのピカピカのタンクの車が走ってたりすると、うん、トラック走ってたりするとついてくるついてくとね。あと信号待ちでガラス張りのショールームに止まったら必ず見る必ず見ると、うん、車好きあるあるね。そうですね、これすげえ音してんな。今の若い子たち車は並べて写真とか撮らないだろうね。いやと思うじゃないですか、うん、まあ、ちょっとあのケースが特殊かもしれないですけど、うん、先日その名古屋のイベント行ったんですよ、うん、車の、うん、もうすごいですよ若い子の本当に、はい、勢いが、
全然車離れとかって言うんですけど、うん、ちょっとやっぱりごく一部になっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、全然生き残ってますね。好きな子は好き、変わんないなと思ったんですよ、うん、ね、洗車場、休み時洗車場行って洗車してみんなで写真撮ってって、そういうね若い子は。どうっすよ、まあ、いい音だなやっぱり。めっちゃいい音しますよ。あとつい先日その撮影で、あの名古屋の某有名車撮影スポットに行ったんですよ、うんうん、動画を撮りに、うんうん、すごいっすよ。だってその写真を撮る、うん、ちょっと橋がこう2本バーッと立ってて、うんうん、その真ん中に車が置けるようになったんですよ、うんうん、で向こうが海 で、うん、でそこを写真撮る順番待ちっすよ、うん、マジで、マジで。はい、でそれもグループみたいのがあって、うん、同じ車 4,5 台並べて写真撮ったりして、うん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 、三脚立てて、マジだなこの人たちと思って、もうなんかちょっとこうあのイベントみたいになってました。車ボワーってなんて、そこはもう毎回そういう感じなんだ。もうその日は土曜日だっけな日曜日だっけなでしたけど、ものすごいもう全然撮影できないぐらい人がいて、有名ポイントだ、有名ポイントです、はい、だ多分名古屋で あそこのこと言ってんなって多分知ってる人はすぐ分かると思うんですけど、 あっちに行ったことある方は、こっちってあるないよねそういうのね、あんまりないですね本当に。都内のそのあれぐらいじゃないですか、うん、パーキングぐらいじゃないですか、某有名パーキング、あれもでも壁ができちゃって最近集まりが悪いとかって言いますけどね、うんうん、まあそういうのもさ制限してほしくないよね。まあまあね、マナー、迷惑かけるのとかダメですけどね、ダメだけどね、ちゃんとマナーを守ってその車好き同士が、うんうん、コミュニティをね、はい、落とすよ、できればいいと思う。ディフェンダー止まってました、ね、ディフェンダー止まってた、ディフェンダー止まってた小島さんと見るものが一緒っていう、はい、これ一番右まではいけないですよね。回ってきちゃっていいですか、どうしよう、うん、回ってきちゃっていいんだよ、回ってきちゃっていいですか。だいたい車好きは一緒っすよね行動が、まあね見るところがね、ちっちゃい車いいな、ちっちゃい車。でもやっぱりシートが重いのかこうバケットしないよね。いや全然タイトじゃないですよ、タイトじゃないよね、うん、もっと RS っていうからもっとタイトだと思ったんですよ、うん、ギュッて。これ今背中下げてますけど、背中下げても背中上げるタイプ下げるタイプどっち。いや別に僕こう背中出っ張ってる手なんでこう背中、うん、沈む感じ、はい、沈み込むようにします、うん、全然です。基本猫背なんで、うん、だからレカロとか乗るとこう背筋伸びすぎちょっと腰が痛くなってますよね、うん、逆にそれ姿勢が悪い証拠なんですよね。Dシェイプいいっすねやっぱり、うん、やっぱりここのクリアランスが全然違う、全然広いっす、うん、運転しやすい。いややっぱりいいな、なんすかねこれ1000万円超えるとなんでこんな車、ちょっとこの車両ナビゲーターメディアサービス、パーキングエドってのがあれですか、これパーキングエドなんですか、うん、とあこれはパーキングエドかあれか、PC、あの PDC です、 PDC、うん、PDC で、いやあれでしょ、あのあそこのまた止まる、あついてないのかな、これどれですか、これ、あ自動駐車ですか、うん、ないんだよ、そうないんですね、ないよ、ないない、ないんだよ自動、じゃあ BM の方が全然装備いいじゃないですか、全然いいね、いいっすよね、うん、だってリバースアシストもついてて、うん、パーキングアシストもついてるじゃないですか、うん、何もないじゃないですか、
ないね。そこですね。そこですね。でもちょっと低速だとちょっとやっぱりあれだね。跳ねます。跳ねるね。あれもう帰るでしょ。帰ります。あ、こっちの方がいいですか。うん、こっちだとあれこっち？あ、どっちも同じか。待ってくれます。どっちですか。総評いいですかじゃあ、はい。はい。エンジンです。価格は？価格は？価格は正直言うと、うん、ちょっとこの。エンジンに魅力を感じていただけないと、うん、少し割高感を感じます、うん、少しじゃないかもしれないです、うん、ただそれをもってしても偉い。だって他にないですもん。だって選択肢はそうだね、うん、じゃあ5気筒他にあるから 他の5気筒にするからできないんで、うんうん、この5気筒とこれでしか得られないこのサウンドと乗り味と、うんうん、これは十分全然買う価値あると思います、うん、僕は、うん、そこに価値を見出さない方はちょっと割高感かもしれない。そうですね。ちょっとその内装のその豪華さとか、うんうん、装備も正直さっきもちょっと小島さんも触れましたけど、うんうん、同価格帯でもっと充実してる車とかあるじゃないですか、うんうん、リバースアシストしかり、うんうん、パーキングアシストしかり、うんうん、その辺が決してこう超充実してるわけじゃないんで、うん、そこを求める方にはちょっとあれかもしれないです、うん、で別になかったらなかったらいいんで、うん、でもここの価格帯安いんだったらもしかしたら RS5 のスポーツバッグとか、はい、そうですね、そうですね、っていうのもちょっと選択肢、うんうんうん、自分のところのお家の中でちょっとライバルがいる感じかもしれないね。そうですね、うん、サイズ感っていう縛りがなければ RS5 買った方がいいかもしれないですね、うん、スポーツバッグね、はい、1000万今切ってるからね、中古車そうですね、そうですね、あるのもね、そうですね、ちょっと超えてるのもあるかな。そうですね、うん、ただでもこのサイズ感5気筒はないです、うんうん、ないね、はい、うん、これちょっと都内とか絶対いいと思いますよ、うん、どこでも止められますもん、うん、これだったら。でもこういったところね、新しいとこね、システムとか、うん、そういうのはちょっと新しいかなって感じです。この落としぶりちゃん、ある意味癖のある車ですね。そうですね、うん、いやでも大事ですよ、うん、本当に最近特にこう似たり寄ったり車多いですから、ね、うんうん、ちゃんと個性がある車。この癖のあるお車の次にオーナーになる方はどういう方なんでしょうね。どうですかね、うん、でもこの方は本当に前オーナーの方はどうして手放したのかっていう、家族の評判がいまいちだったっていうふうにちょっと耳にしましたけど、いやでもそういうちょっとこうお金と時間にゆとりのある方のおかげでやっぱりこう中古車市場に魅力的な車が増えるわけじゃないですか。そうです、そうです、本当にありがたいですよね。本当にありがたいですよ、本当に、はい、僕なんかだと本当に考えて、うん、失敗しないようにすごく買うんで、すぐ手放すなんていうのはもう選択肢もないですし、いやいやいや、したこともないですけど。そうですね、だからもう家族がなんか不要になったら1年かけて、ね、説得するっていうね。そうするどっちかっていうとただやっぱりこういう時間とお金に余裕のある方はじゃあ次の車行こうかと、うん、いうところで、そっか、じゃあ次のにしよっか、それもでも一つ楽しみ方ですよね。楽しい、いやでも本当にそうですよ。だからやっぱり、なんて言ったらいいのかな、今前にも話したけど、今どうあるかもしれないですけど、1000万円を何台で使うか、うんうんうん、1台で1000万円乗り潰す人もいますし、1000万円を、ね、5台で乗る方もいますし、なんか長く乗ってる人こそなんかこう評価されるというか、なんかそういう雰囲気というか風潮ありますけど、はいはい、うん、僕的にはそうじゃなくて、うん、いろんな楽しみ方あっていいと思うんですよね。いやいや、もう個々の楽しみ方だと思いますよ、はい、僕は本当にもう次々乗り換えてもらっても全然それは一つの楽しみ方だし、楽しみ方だし、もう一つの車も一生かけてずっと乗っていく勢いの方でも、うん、それやっぱり楽しみ方ですし、うん、ただ事実としているのはそういう乗り換えてくださる方がいらっしゃるんで、そうです、中古車市場に魅力的な車が増えると、増えるという、そういうことです、はい、いや、いいっすよ、だって、うん、まだ1000キロに満たない全然満たない、はい、このアルカンターラもケバケバの、だから僕多分1週間通勤したらその距離超えちゃいますよ、はい、いや本当っすよね、そう、そんな使い方によってはそうなっちゃうんですよね
本当にこれどこ行ったんだろうってちょっと謎な感じですけど、はい、そんな希少の車をありがとうございます。いや本当ですよ、はい、もう車のコンディションも、はい、バッチリです。いやありがとうございます。お疲れ様でした。これでもちょっと高いな高いですよね。全てはお金と時間にゆとりのある方へ、はい、そうですね、はい、そこですね、はい、それじゃあ最後になりますけれども、買い取りはまだまだ募集中ということで、そうですね、毎回言ってますけどね。毎回言ってますけどね、はい、いやいや、はい、今回もね、こういったあのすごい希少なお車を買い取りさせていただいてますので、はい、まあ、全国の皆様、買い取り募集しておりますので、ぜひお問い合わせください。というわけで今回は、アウディ RS-Q3 スポーツバッグをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。